こんにちは。この動画では、塗り絵をするときに欠かせない、色を塗る画材以外の、私の必須アイテムの紹介をします。ご興味ある方は、ご視聴ください。私は、すべての色鉛筆を、ケースに入れて保管しています。色鉛筆ケースは、収納本数によって値段が変わりますが、おおむね1500円から3000円くらいで購入できます。缶に入れたままだと使い勝手が悪いので、どうしても使用頻度が落ちてしまいます。作業スペースが狭い人ほどケースを活用することをお勧めします。ケースには色見本と色番号を貼り付けています。使いたい色がすぐに分かって、とても便利です。靴輪の鉛筆ホルダーは、ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできるので、鉛筆の入れ替えが簡単で、とても便利です。鉛筆の長さが2センチくらいになっても、しっかりとホールドしてくれます。100円ショップの化粧用ブラシと電動消しゴムです。芯の粉が出やすい色鉛筆で塗るときには、このブラシが便利です。電動消しゴムは手で消すよりも力が入るので綺麗に消せます。単語帳を利用して、このような色見本を作っています。所有しているすべての色鉛筆の色見本カードを作っているわけではありません。このように、肌色を塗るときに使用する色の見本カードなど、必要に応じて作っています。色見本カードは、参考にする画像や実物と、色を合わせたいときに使用しています。目で見ただけで色を判断するよりも、このように色見本カードを利用する方が正確なので便利です。塗り絵の線画の色を変えたいときは、スキャナーで取り込んでから、パソコンで加工して、別の紙にプリントしますが、本の線画の色を目立たなくしたいときには、白インクを使います。白インクは水で薄めて、できるだけ薄く塗って使用します。原液のままでぼってりと塗ってしまうと、商品によっては色鉛筆を弾いてしまって色が乗らなくなります。使用する前には他の紙で試し塗りをすることをお勧めします。ソルベントは重ね塗りした色を混色したり、紙の白い部分をきれいに塗りつぶしたりするのに使用します。ソルベントにはいろんな種類があります。使用する色鉛筆と紙との相性の良し悪しがあるので、私はこの3種類を使い分けるようにしています。揮発性があるので密閉容器で保管します。スポンジを一緒に入れておくと使いやすいと思います。ソルベントを塗るのには小さい筆や擦筆を使用しています。4種類の色鉛筆でソルベントを塗り比べてみます。ソルベントを使用する前には5回以上しっかりと重ね塗りします。重ね塗りが足らないとムラになってしまいます。なるべく少量を塗るようにします。円の右側がソルベントを塗った部分です。私の感想ですが、ソルベントはプリズマカラーやホルベインなどの柔らかい芯の色鉛筆よりも、ポリクロモスやトンボなどの固めの芯の色鉛筆のブレンドに適していると思います。
色鉛筆の混色にはガルアレスブレンダーという画材もありますが、これを使用すると表面がテカテカになるのが嫌で、私は使用していません。私は常に尖った芯で塗るのが好きなので、鉛筆削り器にはうるさいです。カールジム機の鉛筆削りはプリズマカラーのような柔らかい芯でも折れることなく凶器になるくらいにキンキンに削ることができます。大きい方はダストボックスが小さい方の3倍あります。どちらのタイプも芯の太さを調節できる機能がついています。小さい方は削りカスが漏れて机を汚してしまうのが欠点です。どちらも良い削り器ですが、私は大きい方をよりおすすめします。最後の必須アイテム、老眼がひどいのでこれがないと全く見えません。メガネの上にルーペを装着しています。長年のパソコンワークのせいで80代の姑さんよりも老眼が進んでいます。ルーペは鬱陶しくて大嫌いですが、いろいろ試した中ではこのタイプが一番マシでした。デスク用にはこのアーム付きルーペが一番邪魔にならないと思います。 LED ライト付きです。以上、私の塗り絵必須アイテムのご紹介でした。少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。